僕のことなんて特にもないよ。あの子シークレットシークレット内情届かないなんて落ち込んで解消。話したいんだってたいんだってずっとくだらないような絶えない話を。でも話したら話したできっとこの心臓がもう持たないよ。帰り道の途中で君と出会ってしまった。これは偶然なんかじゃない、浮かぶのさ。わからないないないや心が切くせ、この想いを今届いてくれよって。何やったってダメなんだって味方して。君がいないないないと不安になって、何も手につかなくなってしまう。からにもないこと言うなよ、泡になって弾けるの。恋のキューピッド、キューピッド誕生、こんなはずじゃなかったんだどうしよう。実は先輩が好きだって内緒、頭ん中ホワイトな感情、僕に初めて見せるような表情。でもそれは僕に向けじゃないよ、本当は止めたいのに約束。お人よしなのもうたくさんだ。残念ですが君はここでゲームオーバーです。こんなんで終わるもんか、向かうのさ。わからないないないや心が切くせ、この想いを今届いてくれよって。何やったってダメなんだって味方して。君がいないないないと不安になって、何も手につかなくなってしまう。からにもないこと言うなよ、泡になって弾けるの。転がってく様子を笑った。寂しいとか愛とかわかんない、人間の形を投げ出したんだ。語りきれない言葉だらけの存在証明を。この小さな枠から出んない、気づいたら最後に出だした。僕ら全員演じていたんだ、エンドロールに向かって行くんださ。みんな必死に役を演じて、傍観者なんていないのさ。私なんてないの、どこにだっていないよ。ずっと僕は何者にもなれないで。僕ら今さっさくらいやって、延長線さらなして命で弱い愛想、彼らは仕事の愛想。ドラマチックな展開をどっか期待してんだろう。君もイエスで隙を飲んで、采配をそこに編んだ。ヘッショット騒ぐモイもその心打ち抜いたさ。その目に映るのは触れたら壊れてしまった、間違ってく様子を黙った。僕ら全員無垢でありました、いつの間にやら怪物になったんだ。その全てを肯定しないと前に進めないかい。まあ君にはきっと無理なんだ、だから君にはきっと無理なんだ。いつの間にやらガイアにいたんだ、そんな芸ばっかり飛ばしてきたんだ。みんな必死に自分を守って、救いの手を待ってるのさ。考えたくはないよ、バカになっていたいもん。ずっと僕は何も